こんにちはビーートルズワールズニュースです今日はポール・マッカートニー近日公開予定のミュージカル「素晴らしきかな人生」とオリジナル曲について語るとのニュースです。ポール・マッカートニーがビートルズのレジェンドが書いたオリジナル曲を収録したステージミュージカル「素晴らしきかな人生」について待望の最新情報を発表した。2019年ポール・マッカートニーはクリスマス映画の名作 素晴らしきかな人生のミュージカル化に取り組んでいると発表しました1946年の象徴的な映画はジェームズ・スチュワートがクリスマスイブに守護天使に救われる自殺願望のある男ジョージ・ベイリーを演じ彼がいなかったらどんな人生になっていたかを彼に見せました4年前のニュースに際しビートルズのレジェンドは多くのことがそうであるように全ては一通のメールから始まったんだプロデューサーのビルケンライトは 僕に何かかやっててみないかと尋ねてきたんだ。ミュージカルを書くことはこれまであまり魅力的ではなかったのですがビルと私は本と作詞のリーホールとあって話をしましたそしてこれは面白くて楽しいかもしれないと思いました素晴らしきかな人生は私たち全員が共感できる普遍的な物語ですマッカートニーは自身の公式ウェブサイトで行われた年末のファン向け Q&A で。 ショーの進捗状況について尋ねられた後待望の最新情報を発表した。ファンは、あなたが素晴らしきかな人生のミュージカルステージバージョンのために書いた曲を聴くことはできますかと尋ねました。マッカはこう答えたミュージカルはまとめるのが難しいものですが、ようやく形になってきたのかもしれません。だから、うまくいけば、あなたは歌を聴くことができるでしょう。ミュージカルのの発表の際 ビルはマッカートニーの素晴らしきかな人生の7曲のデモ曲を聞いた時の感想を語っている。プロデューサーは当時、突然、ポールからメールが来て、オープニング曲に初めて参加した感想を聞かれたんだ。彼は確信が持てなかったが、ミーと私がそれについてどう思っているか知りたがっていた。デモをプレイしてみました。ミーと私は満場一致でした。主人公はミュージカルの脚本家でした。 他の6つのデモは、私たち2人の期待を上回りました。曲は、あなたが行くとは思っていない場所に連れて行ってくれます。シンプルに聞こえますが、それは欺瞞的です。ポールは天才です。音楽を愛する人に彼がどれほど非凡であるかを語る必要はないが、彼はいつも息を呑む。ピットメン・ペインターズで一緒に仕事をして以来、リーは私にとって特別な作家であり、人でした。そして、 ポールとリーが一緒に生き生きと創作するのを見るのは光栄なことです。次に、先ほど、コメントがあったポールマッカートニー・ドット・コムの Q&A をご紹介します。1、ポールマッカートニー・ドット・コムからの質問です。2023年のハイライトは何でしたかボッットバクツアーだね。?2、ロスの質問です。今年開かれたあなたの展覧会、アイズ・オブ・ザ・ストームを見て、付属の本が大好きでした。 あなたはまだフィルムカメラを使用していますか。もしそうならどれですか。いや、iPhone に乗っ取られちゃったんだ。3. デビッドからの質問です。ゴッドバックツアーでライブで演奏するお気に入りの曲は何ですか。いろいろだよ。おそらく、ヘイジュードだろう。何千人もの人々がハーモニーを奏でながら歌っているのを見ることができるんだから。4. ローザからの質問です。 ウゼンで初めてジョンの透き通った歌声を聞いたとき、どんな気持ちでしたかとてもエモーショナルです。5ブライナからの質問です。「ナウランドゼン」のミュージックビデオで一番好きなところはジョンがふざけているところかな。6マキシムからの質問です。ライブの前にあなたが行ったカバーのいくつかをフィーチャーしたサウンドチェックアルバムをリリースしたことはありますかいつも思いつきなんだ。 サウンドチェックはいつも作りかけの曲で始めるんだだからいつかそれらを調べて何かやるかもしれないね7ジョアンからの質問ですギターを弾き始めて60年経った後、指先をどのようにケアしますかその必要はないと思いますリハーサルに戻ったばかりの頃は少し慣れていませんが大抵は固まってゲットバックだよ8ジェニファーからの質問です 今年リリースされたお気に入りの曲やアルバムは何ですかわからないよたくさんあるよ Q デニスからの質問ですあなたの後ろめたい楽しみは何ですか後ろめたいことはたくさんあるよ音楽よりもテレビ番組かなバーゲンハントが大好きなんだ注釈としてバーゲンハントは英国のテレビ番組で2組の出場者が店や見本一から骨董品を購入し オークションで売って利益を得ると勝ちという番組です。十、ボニーからの質問です。他にデュエットを歌いたい人はいますかボブ・ディランのことが頭に浮かびますが、実際に実現するかどうかは分かりません。十一、エレインからの質問です。最近何匹のペットを飼っていますかそしてその名前は何ですかローズとジェットという二匹の犬がいます。どちらも救助犬です。ローズは凛とした女性で、 ジェットはクレイジーなモンスターです。12レニーからの質問です。今年テレビで見て楽しかった。番組は何ですか？そうですね。デビッドアッテンボローの番組や詳細な歴史ドキュメンタリーが好きです。でもストリクトリーカムダンシングも好きです。注釈としてストリクトリーカムダンシングは芸能人とトップ競技ダンサーが踊り、勝ち抜き戦をやっていくという番組のことです。13。 トラブからの質問です。ポール家で作るのが大好きなベジタリアン料理は何ですかケサディヤ注釈ですケサディーヤはトルティーヤにチーズを挟んで焼いた料理でタコスと並んでメキシコでは人気のファーストフードになります14ミカからの質問ですタイムマシンを持っていて未来に行くことができるとしたらあなたは何年に行くつもりですか来年です 遠い将来に何が起こるかわからないので、危険を犯すつもりはありません。15. ドミニクからの質問です。あなたの音楽のバケットリストに何か残っていますかそうは思いません。私はとてもラッキーでした。16. シグリットからの質問です。いつもあなたにクリスマスの気分を与えるものは何ですか私にとってはグリューワインです。子供の頃はいつも葉巻の匂いだった。 父はクリスマス以外にはハマキを吸わなかったので、兄と私は父に1箱ずつハマキを買ってあげていた。そしてある年、父は1箱じゃなくていいから、本当にいいのを1本買ってくれと言っていたね。17ジョョアンンかからの質問でです。す休暇中に自宅でクリスマススマイイルミネーションディスプレイはありますかなんと、そう、僕のために飾ってくれる人がいて、僕はそれを見るのが大好きなんだ。18、ミランダからの質問です。 クリスマスにあなたは贈り物を贈るのと受け取るのとどちらが好きですか両方だね。19。ブランドからの質問です。あなたが受け取った最高のクリスマスプレゼントは何ですか ?1 つだけ選ぶのは難しいけど、ナンシーが1956年の美しい古いテレキャスターギターをくれたんだ。20. アレックスからの質問です。ホワイトクリスマスと冬の太陽、どちらが好きですか ホワイトクリスマスだね21青いふからの質問ですアドベントカレンダーはありますかええでも正直に言うと私は最初の数個しか開けていませんそれは日記のようなもので最初の数ページを書いたら忘れてしまいますね注釈としてアドベントカレンダーはクリスマスまでの期間に日数を数えるために使用されるカレンダーのことです22ジュリーからの質問です 素晴らしきかな人生のミュージカルステージバージョンのために書いた曲を聴くことはできますかそうだといいですねミュージカルはまとめるのが難しいものですがようやく形になってきたのかもしれませんだからうまくいけばあなたは曲を聴くようになるでしょう23ポールマッカートニー・ドットコムからの質問です2024年に最も楽しみにしていることは何ですか僕の誕生日だよ2023年は おしまいですさあストリクトリーカムダンシングクリスマススペシャルのアラームをセットしアドベントカレンダーをどこに置いたかを思い出しましょう以上ポール・マッカートに近日公開予定のミュージカル「素晴らしきかな人生とオリジナル曲」について語るでした今日もビートルズワールドニュースをご覧いただきありがとうございます今日はクリスマスイブです皆さん楽しい一日をお過ごしくださいね ベリークリスマス